痛ましい話ですぞ。多くの資料兵はクロードによって倒されたが、さらに多くの兵が猛虎の船に乗り込み、対馬侵奪を巡らしていたのだった。クロードは水軍の一つを奪い取り、それを弾みにスクバタール勢を滅ぼさんとする。船乗りを打ち倒し、クロードは船を沖へと走らせる。クロードに船頭はいらない。海の神が船を進めるからだ。沖津風が頬をはらませ、ハヤテのごとくスクバタールの水軍へと走らせる。檻の中には殺されたばかりであろうムクロがある。その者たちの魂は悲しげに灯籠に照らされている。死んでもらうぞ。地獄に落ちろ。最後の敵を倒すと、近くの檻から悲鳴にも似た声が聞こえた。檻を開けると、哀れな魂は霧の中に消えていった。すると、クロードを足止めしようと、別の船が追いついた。クロードめがけて、容赦なく火の矢の雨を降らせる。船に押し入る。人の影が見えぬ甲板には灯籠だけが怪しく揺れていた。しかし目を凝らすと、霧の中に資料兵が潜んでいた。船に静けさが戻った。クロードに戦いを挑む資料兵はもういないようだ。クロードは己の船に戻り、先を急いだ。クロードが目指すのは残る資料兵の水軍、そして隊長スクバタール。クロードよ、ここでは逃げも隠れもできまいぞ。海とは情けなど通用せぬ場だ。さあ我が…クロードが降り立ったのは海賊たちの隠れ家。近辺の海賊たちがスクバタールに仕えるためこの地に集まっていた。スクバタールが対馬を制した暁には、
金銀財宝と住処を約束したのだ。古びた船着き場の先には水中の岩に乗り上げた船の墓場があった。船の上にはスクバタールに操られた猛虎、浪人、賊の資料兵が待ち構えている。猛虎の資料兵が成仏し、スクバタール勢の力が弱まる。浪人の資料兵は風とともに消えていった。クロードは賊の資料兵を全て打ち倒した。と思うでないぞ、クロードめが。闇ガラス。スクバタールは倒れた。操られていた資料兵は成仏し、対馬から離れていく。クロードは勝利の喜びをかみしめたが、イオとの決戦が迫っていることは明らかであった。お話ししたい伝承はたくさんございます。